たりとハマればレビューとしてマイナスポイントもありますが、基本的には非常に満足しています。 RS も気になっていましたが、今回はハイブリッド X を購入しました。3人家族でステーションワゴン的に使っている状況なので、基本仕様は2列目まで。スライドオアリクライニングするキャプテンシートとして使える変態シートアレンジは家族には好評です。エクステリア、すっきりとしていてゴテゴテ感もなくいかつさはないですが、かっこよいと思います。最近の傾向か、ゴテゴテミニバンがひしめく中では珍しくスポーティな印象です。インテリア、内装は好みが分かれると思いますが、ハイブリッド X の木目パネルよりハイブリッドのカーボンの方が好みでした。センターコンソールが高く圧迫感があるので開放感は皆無です。2列目は座り心地はいいですが、やはりベンチシートの方が使い勝手が良かったかと思います。3列目が常用できればキャプテンシートもいいのですが、3列目がエマージェンシーなので少し残念です。また小物入れをはじめ収納スペースが少ないのも残念なポイントです。エンジン性能、まだ鳴らし中のためイーコン温走行がメインですが、街乗りから高速まで不満ありません。ハイブリッドなので軽く踏んだくらいでは EV 走行を重視してくれればよかったのに、すぐにエンジンがかかってしまうのが少し残念かな。エンジン音は少し振動のありノイジーですね。まあハイブリッドですのでパワーも必要にして十分といったところです。アクセル音に対してワンテンポ遅れるなどギクシャク感がもう少し抑えてほしかった。ただ踏み込めばそれなりに走ってくれるので車格的にもパワーは十分です。走行性能、コーナリングもミニバンっぽい動きはなく、ワインディングも軽快に走れます。ハンドリングもしっかり感があり、ミニバンっぽくない動きは二重丸を上げられます。またロードノイズも静かで車内空間は快適で、音楽も楽しめる環境ですね。それなりに車重もありますが、ブレーキの効きも良く安心して走れます。ただ RS と同じようにパドルシフトにしてほしかったです。乗り心地、1から2列目の乗り心地はよく快適です。特に2列目も乗り心地が良く、子供も大満足です。シート自体の座り心地もいいですね。2列目までが快適なので、4名までを常用使用する方には快適な乗り心地と言えます。3列目は普通に座るには体育座りになりますが、近距離ならば問題なし。ただ足を置くスペースがなかなかなく、そこが問題。5名乗車以上を考えている人には受け入れられない原因かと。ミニバンとしてはマイナスポイントと言わざるを得ないです。燃費、街乗りでリッター17から18キロといったところでしょうか。遠出はしていないので高速などを多用するともっと伸びるかもしれません。ミニバンなので街乗りでリッター15キロ行けば十分かと思います。価格、ホンダセンシングもついているので納得価格です。3列目を捨ててもう少し安くしてくれれば言うことなかったですが、総評、個人的に満足しています。私の家族構成や使用用途にはマッチしていました。コーナリングを含めた走行性能の良さも評価できます。ただ不満点もそれなりにありますが、安全性能やエコを意識しながらも運転しやすく乗り心地も良い。立体駐車場にも入るとバランスがいいですね。 ACC や LKAS もついており、使い勝手やデザインなども自分の環境に合っているので、ドライバーとしてはハンドリングが良く、同乗者としては乗り心地も快適性が良く、非常に良い車を購入したと思います。